いけなかったんだぜ。出てきたのは女性、養子にした彼を産んだ母親だった。生きている。何年ぐらい経っているのか、その女に時の感覚はなかった。次は広瀬光一に取り付いてやる。キラークイーン、こいつらを爆破しろ。私はどこに、私はどこに連れて行かれるんだ。離せ、どこへ引っ張っていく気だ。カーズは二度と地球へは戻れなかった。鉱物と生物の中間の生命体となり、永遠に宇宙空間をさまようのだ。このダボが！なんだと！なんで俺の体は動かないのだ。しかもこの痛みは。死因は肝臓まで達する。俺のそばに近寄るな。